フェトフラー・ギュレン、フェトフラー・ギュレンは、トルコの学者である。トルコにおけるイスラーム道徳をベースにする、市民活動の指導者として知られる。ホジャイ・フェンリとも呼ばれる。フェトフラー・ギュレンとヨハネ・パウロ二世トルコ東部のエルズルム近郊の出身。サイドヌルスイーによる、イスラーム復興運動の流れを組むが、スンナ派に立脚し、アタチュルク以来の国家方針である、世俗主義と、 イスラームが矛盾しないことを訴える、比較的穏健な立場を取る。彼の支持者たちは、ギュレーン運動、フェトフラー派などと呼ばれているが、彼の名前や名字の後に、団体、教団もしくは、歯がつく故障は、本人及び運動関係者に好まれない。欧米研究者は、ギュレーン運動を使う。運動関係者は、奉仕運動を好んで使用している。 ギュレンは寛容の精神を掲げており、テロを非難し、バチカン四国やいくつかのユダヤ人団体との対話など、宗教間の対話をサポートしている。ギュレン集団は、テレビ局や有力紙、ザマン紙なども保有している。ギュレン運動はかつてトルコのレジェップ・タイプ・エルドアン、大統領の支持母体となるなど、ギュレンとエルドアンは協力関係にあった。しかし2013年末に、 エルドアン政権に大規模汚職事件の名のもとに、第1回目ソフトクーデターを試み、エルドアン側はギュレンが仕掛けたものとして、両者の関係は悪化。2016年7月15日に、トルコで発生したクーデター未遂事件では、クーデターを試みた勢力がギュレン運動とつながっていたと目され、アメリカに対しギュレンの身柄引き渡し要求が行われたが、ギュレン自身は、 関与を否定している。2016年現在、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、セーラーズバーグ在住。ありがとうございます。